よし、日本中の皆さんどうも、今日はですね、私の車庫改造池で自然繁殖するねアメリカザリガニです。この特定外来生物と言われているこちらなんですけど、これね、ちょっと捕まえてみるか。捕まえてみるよ。よし、はい、こいつなんですけど、これね、自宅の車庫を改造して池作ってんすよ。でこんな感じやってんだけど、これ鯉がいっぱいいるでしょ。でここはね、ミドリガメ、ミドリガメイコールミシシッピアカミミガメ、スッポン、ウナギ、ニシキゴイ、オイカワとアメリカザリガニで、こいつ去年取ってきたんだけど、基本的にカメとかに餌用で入れてたの。でもこうやってね、こういうロザイって言うんだけど、この隙間で生き残ってカメとか来るんだよ、食べに来るんだけど、生き残るんですよこの狭い中で。これだからアメリカザリガニがいかに凶暴で、生き残る生命力が強いのかね。一応餌用としてガサガサで去年取ってこの辺に何十匹か入れといたのが、ちっちゃいのもいるのよ。だから簡単に言うと、ここで自然繁殖しちゃってるので、こういうね、なんか露材の隙間がなければ、こういうねだだっ広いとこだったら、あの鯉とか、赤耳ガメに食べられちゃうんだよ、スッポンとかに。だけどアメリカザリガニってすごい生命力が強いから生き残っちゃうんよね。うん、やばくない？アメリカザリガニ普通こんなん食べられると思って餌を入れてんのにさ、こういう隙間があると繁殖しとる。ここでで、ちっちゃいアメリカザリガニもいるからね、やべえんだよやつら。だからアメリカザリガニはね、多分ね、特定外来でこれを逃がしたり、6月からか、逃がしたりする、飼育は OK なんだけど、今飼育してるもの OK なんだけど、これを逃がしたりするのが禁止に法律が変わるんだよね、新しいあの法律が変わって。だけどもうね、キリがないんじゃないかな。アメリカザリガニだけはもう餌用で入れても、この狭い池でも隅に隠れて生き残っちゃうのよ。だから日本中のね、まだおるか、ほら、日本中のね、あの川とか野池にね、こいつはね大繁殖してて、もう大変なことになってんの。一応餌用なんだけど。おっと、鯉が行ったか。まあ亀が見つけたら亀が食べるんだけどね、やばいですよ。ザンチーはやべえぞ。ということで、鯉に餌やるんでね、ちょっとみんな見てくれ。はい、あとね、うち敷地内にね、あの川があるのよ、用水路の川があるんだけど、自宅の底の奥の敷地でね、アメリカザリガニがね勝手に繁殖してんだって。で向こうの田んぼからね伝ってね、俺の敷地内、ずっとここあの自宅の敷地内なんですけど、こっちも全部うちなんだけど、ここも全部うちなんだけど、ここの排水のところ、この奥もザリガニがね俺の敷地で勝手に増えとんねん。で毎年取るんだけど、そこの取っても取っても田んぼから伝ってね、ザリガニ無限だから、正直特定外来生物に指定してもなんか意味がないようなぐらい増える。ゴキブリより強いのがザリガニだから、やべえよザリガニ。でこっちにも鯉がいるからね、見とく。はい、じゃあ今日はアメリカザリガニもそうなんだけど、この鯉くんにね餌をやる動画を皆さんにお送りしようと思います。やばいぐらい可愛いでしょ。これ錦鯉の餌。えい、やばいでしょ食欲。やばない、こんなんで。これうちで何年も飼ってる錦鯉です。うん、これで4年目か、3年半ぐらい経ったか。餌は少なめでやってますね。うん、もう鯉を見てるだけで癒されるよ。まあザリガニ君もいたけどね、勝手にあいつら増えよるからな、家で。俺の家で勝手にザリガニが増えよんね。特定外来生物と言われてるアメリカザリガニが強すぎる。もう冬でも生きとるからね。
元旦に近くのドブ川で温排水でザリガニ動いてるから、元旦にやべえよやつら。1月1日マイナス1度でも温排水のとこでザリガニ活発に活動してるぜ。ザリガニはやべえぞ。もう一つかな。すごい迫力でしょう。やばいでしょ。錦鯉の繁殖をしないとね。この迫力ですよ。うわ、元気だね、鯉が。うわ、すげえ日の丸がいる。日の丸紅白、あれ、単調紅白っていうね、日の丸みたいなね、でっかい鯉、あれ65センチ、大きさはね、あれも黄色い、あれが65ぐらいは、サイズ感はそんなもので、ね、やっぱ鯉の飼育をしなきゃいけないね、日本中で。鯉の飼育をしてない人はね、してください。いや、やっぱり鯉はいいな。あれ昭和3色ね、赤と白のが紅白ね。でこの黄色いのからし鯉ね、からし鯉、触れるよね、からし鯉。これ臭水ね、臭水、ほら触れるでしょ、慣れてるんだよ。愛情かけりゃ慣れてくる。愛情があるかないかで慣れちゃう。やべえ鯉だらけだな。ね、触れるんですよ、これ、こうやって。愛情があれば触ることができるんですよ。ほらほら、触れる、ほら、仲間ですから。鯉は、鯉を大事にしなきゃいけないね。に日本人は、日本ね、日本の国業、これをかやってね、飼育しなきゃダメなので。あれ昭和、黒と赤と白のあれ昭和三色って言うんだけど、あいつも黒と赤と白のあれ鱗がないのはね、ドイツ昭和、あれドイツ昭和ですよ。やばいな。でこれ衣ね、あの白っぽいのあれは銀鱗ハジロね、もしくは銀鱗の松川化けっていう品種、その下の茶色いのあれ茶鯉ね、65センチ。いやー、鯉の飼育始めないとダメだな。やっぱり鯉の飼育始めなあかんな、俺や。あー